アンバサー、私です。今日は日のハードエンデューロに行ってきたよ。暇ならゆっくりしていってね。というわけで、今年も本気と書いてマジってやつを見せつけに、ここ群馬県は藤岡で開催される、ハードエンデューロのイベント、その名も、日のハードエンデューロに、しこしこやってきたわけであります。私は喫水のハードエンデューロライダーですからね、暖気運転なんてすでに終わらせてるからね、最後尾から余裕の構えなのであります。先頭集団がスタート。私は一番後ろからぶち抜くからね。ゆっくりのんびりゆったり後ろから行くよ。あ、やべ。いきなりエンジンかからなくて。ちょっぴり焦っちゃった。まあ、3時間の長丁場になるし、最後尾スタートだけど、どうせ渋滞はまるからね、焦らず行きましょう。わろた、いいねえ、このお祭りみたいなノリが楽しい。早速渋滞、ここは焦らず周りの様子を観察。お、開いてんじゃん。こっちがラーキでワロタ、これはラッキー。ミニモトなのであれくらいの渋滞なら、難なく抜けられます。なので最後尾からでも全然平気平気よん。身内の罠にもはまらないこの戦闘力。あれ？今日マジのガチで調子いいですわ。これはひょっとして余裕で一周しちゃうかもしれん。なんか怖いくらい順調なんだけど。今日はすごく乗れてる気がするわー。今日はマジのガチでやばいね。何がやばいって、マジやばい。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。他人に接触してでも突き進む。それがハードエンデューロライダーや。てかほんとすいません。ここはかなり難しそう。さてどうしましょう。待ってても行くしかないので、とりあえずトライしてみんべ。全然余裕で笑った。意外にいけてしまって自分でも驚いているのですが、なんか今日は私の調子が絶好調ですわ。このままさらりと一周したい気持ちであります。最初の難所難なくクリアー。次行きましょ。あー
なんかここも失敗しそうなヒルクライムだな。前がどうなってるのかよく見えないから、とりあえず行くしかないなこりゃ。あちゃー、あっちが簡単なラインか、やっちまったぜ。まさかのヘルプさん来てくれたー。ダメだこれ、よ。ダメか。行きます。正直。ダメだこりゃーって思って、やり直そうとしてたので、ラッキーラッキーよ。ほんとありがとうございます。ヘルプしてくれた方、アンバサー。ありがとうございます。下りの勾配も結構きつくて、油断したら前転しそうで怖いわ。ちょいちょい渋滞してますなぁ。ここも勾配きついし、この前の方が結構難しそう。ダメだ、完全に前難しいやつだわ。正直こっちのラインに無理やり突っ込んでみるか。お、開いてんじゃん。やばいわ、結構タイヤ食い込んじゃうわ。ここは押しで参る。この方、パンツレスリング詳しくてわろた、語れる人初めて会ったわ。マジアップねえ、フロント弾かれてコントロール不能になったわ。マジ死ぬかと思ったんご。下りの傾斜がきつくて、全然休める場所がないですわ。もう腕が張ってきてしまいちょっときつくなってきた。マジかー、このガレガレの登りはマジでえげつねえ。自分がこけたらライバルも巻き添えにせねば不作法というもの。いやほんとすいません。お、開いてんじゃん。抜きどころが全然ないので、ゆっくり着実に進むしかないぞこれは。あぶねえ、あと少しでおバイク完全に反対向いちゃうとこだったわ。もうマジできつすぎでしょ。これでもまだ序盤なんですけど。
出。マジできつかった。まあ私は生粋のハードエンデューロライダーですからね。きついとは言いつつ、あんなの余裕ですよ。ガハハ。ヤグッチャンさんは、エイプでここまでやれてるのマジでワロタ。強すぎでしょ。エイプはハードエンデューロもやれるマシーンか。道間違えちゃった。道すぎの餌食になったけど、耳元必殺。押しでクリアー。後ろの人が巻き添え食らってたけど、何食わぬ顔で退散。今日はタイヤ張り食いで、ぐいぐい登るなー。バチクソに気持ちいいし、超楽しい。お、日の館のスタッフたくさんおるやん。ちょっとアピっておくべ。あ、後ろが詰まってます。すいません。後ろが詰まってます。はい、じゃあな。すいません。本当すいません。くそー、いいとこで突然ストールしちゃったよ。残念無念よい無念。土がふかふかすぎて、パワー持ってかれちゃうなぁ。ラインはずさず踏み固められてるところ、素直に辿った方が無難か。ついに来たかぁ。テキサスロデオ、やっと半分まで来たってところだね。ここまで来るのが目標だったので、ここは気合い入れて臨むとしよう。まずはどでかいタイヤ、手前が掘られてて難しくしてあるのがいやらしいね。いきなり失敗しました。まあ、私の XR ターン、耳元の中でも超軽量の重量なので、持ち上げちゃえばいいんですけどね。おっ、今度は成功したわ。ここから本番、連続丸太。さてどう攻略するかね。やっぱり持ち上げちゃうのが一番楽かもだなー。でもなんかこれだと、生粋のイカ役、的には面白くないんだよねー。行くなら盛大に派手に散りたい。なので、私はここで本気と書いてマジってやつ。周りの参加者とギャラリーに見せつけてやりますわ。いいか、視聴者の兄貴たち、ケツの穴かっぽじって、よーく見とけよ。これが私のマジってやつや。超クソー、最後の丸太、いけたーって、思って気が抜けたのかこけてしまった。しかしめちゃくちゃ楽しかった。今日はほんと波に乗れてる気がする。とりあえず半分までは来てるっぽいし、時間的にワンチャン一周いけるかもしれないので、ガンガンペース上げていくぞ。今日はマジのガチでいけるかもしれない。あれ？あなたはパンツレスリングに詳しいニキではないですか？どうやら谷川決めちゃったみたいね。怪我してないようなので、よかったよかった。
テキサスロデオがクリアできれば、あんなの小枝みたいなもんですよ。ガハハ。ダメだ、パワー食われちゃうわ。隣もラインあるから、ここはすぐ切り替えていこう。この判断力が喫水なんや。マジかよー。あと少しだったのにハマっちゃったんですけどー。今のはエンストしてないから脳幹や。気づいたら時間結構やばくなってきたわ。ちょっと余裕ないからサクサク行かせてもらいますぞいぞい。ちょっと時間なくなってきて焦ってきてる。ワンチャン一周できるかもってタイミングで全然登れなくてマジで焦る。あぶねえ、アクロバティック回避決め込んだら、下り止まらなくてバチクソ焦った。まいったこやー、まさかここで最難関エリアに来るとは、耳元だと本当に厳しい。耳元ホイホイされててわろた。こりゃあきついなぁ。正直セルさえあればゴリ押しできる気もするんだけど、キックしかないおバイクの定めなのか、途中からクリアーするのは絶望的だわ。マジっすか。すごい、耳元オフ会じゃないですか、これ。耳元オフ会になっちゃってる。結局ここでタイムアップ。耳元殺しの場所なのか、周りみんな耳元で笑った。調子が良かっただけにほんと悔しいけど、まあ仕方ないや、また来年やらせてもらおうと思います。皆さんも、日のハードエンデューロどうですか？かなりきつくてやりごたえのあるイベントなので、来年出てみようぜ。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。